投法とは、野球、ソフトボールの投手がボールを投擲する方法のこと、投球フォームとも称される。野球の投手は、ボールを持った手を後ろに振って、そこから腕をしならせて投球する。この一連の動作は、投球時の腕の角度により、以下の4種類に分類される。また、走者の投類を防ぐために、類上に走者がいる場合に限り素早く投球動作を完了させる。 クイックモーションという投法を採用する投手もいる。上記以外の変則的な投法として、メジャーリーグのカーター・キャップスは投球の際に軸足でさらにステップする投げ方をしていたが、2017年のルール改正により不正投球とみなされるようになった。投球動作の途中でボールを背中越しにリリースする背面投げは、トミー・バーンが1955年11月の 日米野球や1956年3月のメジャーリーグベースボールのオープン戦で小川健太郎が1969年6月の日本プロ野球の公式戦でそれぞれ用いたことがある背面投げが不正投球に当たるかについては見解が分かれておりトミーバーンの時にはメジャーリーグの審判団が不正投球だとする統一見解を示し小川健太郎の時には 日本プロ野球のルール委員会が不正投球ではない、正規の投球だと認定した。ソフトボールの投手は野球の投手とは異なり、下手投げでグラウンドに対して垂直な角度から投球する。そのため、腕の角度ではなく投球時に、投手の腕が描く軌道によって以下のように分類される。個性的な投球フォームには、しばしば、投法とあだ名がつくことがある。AB 投球フォームとボールリリース時の肩関節付加 P123 から 124MLB、MLB ML が正式なルール改正を発表。敬遠の省略か、不正投球疑惑のフォームは ABCD ひるまゆたか賞。1969年6月15日、天敵、大貞春風治に登場した衝撃の背面投げ。 元祖は1955年の日米野球で披露したヤンキースサワン。2020年10月25日閲覧。ありがとうございます。